64号では62号に引き続き150センチ単焦灯を組み立てて環境右舷側に取り付けます。今回付属するパーツです。最初にパーツ01の LED の配線コードの先端を持ち、左右に引っ張って赤と黒のコードを引き離します。次に単三角電池を直列につなぎ、テープで固定しておき、赤いコードをプラスに、黒いコードをマイナスに接続して、 LED3 個が全て点灯するか確認します。テストが終了したら、63号で付属した単焦灯に LED のコードを差し込み、基板を中にはめ込みます。この時基板からコードが外れないようにしてください。次に63号で付属した単焦灯カバーの膨らんだ方を表にして、2つの突起を上部の切り欠きにはめ込んで接着します。同じ要領で3個組み立てます。単焦灯を環境に組み込んでしまうと取り外すのが難しいので、ここでもう一度 LED が点灯するか確認してください。次に63号で組み立てた台座にコードを差し込み、向きに注意して単焦灯を接着します。もう片方の穴にもコードを通して単焦灯を接着します。次に63号で環境上部に取り付けた機台にコードを差し込み、単焦灯を外側に向けて接着します。次に煙突の右舷側の2箇所の穴に単焦灯のコードを差し込み、単焦灯ユニットの台座を接着します。最後に59号で組み立てた89式 12.7 センチ広角砲の台座を環境上部左右に接着します。これで64号の作業は終了です。アシャット。